今回選ばれた21年度のユースさんというのは、公営オーディション自ら選ばれたという経緯があると思うんですけど、どういった基準でまず選ばれたんですか？そうですね、演劇のオーディションなので、映画だったら全然違う見方するんですけど、演劇なんで、やっぱみんなで、みんなで一つの作品を作るっていうのが、まあ、大テーマというか、よくあるんですけど、こう見えない縄跳びをみんなで跳んでもらうとか、そういうのをやると、出すぎる人はでもカットしていくんですけど、あんまり出なくて、みんなのことを考えてお芝居している子たちで、この子は倒れないなっていう声がありました。丈夫そうだね。ちょっと一人倒れるともう全部が狂ってしまうので、よくここも初日まで来れたなって思ってます。あの耳がいくつだと足んないなと思うんですよ。はい。全部聞いてたら。まあ、その中で、今回ね、こういう若い女性たちと、こう一緒に演出するというのがあって、なんかやっぱり苦労だったり、いろいろあったと思うんですけど、それがですね、去年からずっと女子校もやってるんですよ。幕が上がると映画やって、舞台幕が上がるとやって、ずっと女の子たちとやってるので、なんかもう、男の子にしか見えないですね、もう最近。野郎のように。女子校の先生ってこういう感じなんだ。1ヶ月間の稽古はありましたけども、その中で今こうやって舞台で通してやって、出来上がったものを見て、聞かれたんですか？いや、僕の中ではかなり映画と演劇の中間を狙っていて、で、全く新しい、すごい頑張ってる方もいっぱいいらっしゃいますけど、本当に70倍の中から選ばれてる子たちですから、それはもう千載一遇というか、すごいチャンスで、出会いというか、それが全部この今のこの舞台にぶつかって集まっていて、で、さらに映像を撮ってくれてる人たちも若手の監督さんたちにやってもらってるんですけど、なんかここからいろんな出会いの場が起きて、ここからたくさんの作品が生まれて、でみんながスターになっていくと、これは僕らがやったこのやったことが10年後に評価されたらいいなと思っています。じゃあもうご自身は満足いく作品ができたと。はい、いつもみたいにザ・エンターテインメントをやってないですから、エンターテインメントで笑わせて泣かせるっていう仕組みは簡単に作れるんですけど、今回は見る人によって全く変わってくるだろうなっていうのがすごくこう反応が楽しみですね。あとゲネプロで拍手が出なかったのが初めて。もうちょっとびっくりするぐらいドキドキして、今から行われる初日が楽しみでしょうか。分かりました。桜井さん、はい、稽古を通してこう配役を決めたということですけども、物語のキーパーソンの転校生役に選ばれて、まずいかがだったかなっていう。今回稽古が始まってから役が決まってなくて、でみんなで回して何回も違う役を演じていく中で、やっぱり私自身も大西由美という役をやりたいなっていうことで監督さんにも言ってたんですけど、本当に最初に役発表の時はすごく嬉しくて、もうそれと同時に私に初舞台なので私に務まるのかなっていう不安も少しあったんですけど、でもこの21人全員でやっていくうちに、あ、この大西由美という役がやれてよかったなって思います。やっぱり今初舞台とおっしゃってましたけど、はい、やっぱり映画とは違うもの何か感じました？全然違って、本当に声の出し方とかも全然違って、私結構そんなに声が大きくなくてすごく不安だったんですけど、だんだん稽古していくうちに発声とかもやってって、どんどん鍛え上げられていけたかなと思います。はい、清水さんにお願いします。はい、プロフィールを拝見すると、舞台、桜井さんが出て、はい、いろいろたくさん出たりしちゃうと思いますけど、はい、このメンバー皆さんになんかアドバイスしたいと。アドバイスですか？アドバイスなんてないですけど、でもちょっと、なんて言うんですかね、本当に私も稽古に入って、斬新な演出によって、すごくびっくりすることがたくさんあったので、なんかアドバイスというのも、みんなで力を合わせて、コミュニケーション取って頑張ろうねって感じです。
に投げてた気がします。違いますか？はい、まあ、経験あるからこそ、あの元博さんの演出としては演出家として、ですね、ちょっと一歩引いてみんなの出るエネルギーを待ってくださってるっていう感じがすごいしました。すごい初めからなんかこうだこうだっていう決めるわけではなくて、重ねていくうちに出るものをみんなのいいところを引っ張り上げて、それを融合させていくというか、そんな演出だったと思います。あ、そうですか。よかったです。あの演出家って結構上から怒ると楽なんですよ。怒って制圧していくのはすごく楽。この子たちを怒ると多分何にも出てこなくなってしまう。だから待つしかなかった。今日ですらまだ待っている状態ですね。初日、初日のね、それぐらいだから幕が開いてもまだ多分待っているいくつかのポイントがあるんですよ。そことかもすごい。いや、本当にあれですね。気が長くてよかったです。気が短いとできなかった。